都市誘導するときに基本としていること2つあります。ここの固定ができてないからうまく引けない、 DIP を屈曲しない、逆方向に、曽根先生今日もよろしくお願いします。はい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 。今回ですね、はい、お聞きしたいのが、うん、臨床する上で都市誘導っていうのはすごく重要だと思うんですけども。そうだね、極めて重要だよね。いや、そうですよね。まあ、そうですね。臨床を見てると手の使い方とか、うん、でそこで、まあ、しっかりその誘導がちゃんとなされている前提でやっぱり評価が進んでいくと思うんですけども、うんうん、まあ、今回その評価をする上でとても重要になってくる都市誘導について、うん、ちょっとベッドも用意してあるので実技ではい、はい、教えていただいてもよろしいですか。任せてください。お願いします。はい、すみません、曽根先生、よろしくお願いします。はい、はい、都市誘導するときに、まあ、その手の技術、こういったことももちろん必要なんですが、その前に、私が最も基本としていること、これ2つあります。1つは患者がセラピストに身を委ねるということはすごい大事なんですね。で、身を委ねるためにはいっぱい条件もあります。例えば環境もそうだし、ベッドも、まあ、より、リラックスできるベッドの方がいいでしょう。で、使う言葉、あとは笑顔、そういったことも全部含めて、ありますが、特にその手のことで、皆さん手のことを知りたいと思いますので、手のことで大事なことは、持つときにどうやって持つかというと、非常に気をつけてほしいのは、DIP を屈曲しないということ、結構これ大事だと思います。手をできるだけ広い面積で触る、特に、指先の方ですね、のところは広い面積で触る。ということが大事だと思います。実際触るとき、例えばこうやって膝の、まあ、ラックマンとか、まあ、そういうテストをするときにこうやって触りますが、こうやって触らないということですね。 DIP を屈曲して、この持ち方をした段階でもう患者はもう自然と身を委ねません。なので、必ず広い面で触って、あともう一つ大事なことは、やはり例えば裸足で患者、ね、見てもらうときって、僕だって人に見てもらうとき緊張しますよ。なので広い面で触ったら、このままリラックスしているかどうかを必ず確認します。これがまず都市誘導で一番大事なことです。この誘導する技術の前に、まずリラックスして委ねてなければ見る意味すらないということ、これを知ってください。なので必ずこうやって広い面で支えて、身を委ねているかを確認した上で、例えばラックマンだったらこうするとコン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 って当てます。これ力入ってる状態で引っ張っても全然ハードエンド感じませんので、まず力は抜かれていることを踏まえてコン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 、こういう感じが必要だと思います。曽根先生、ありがとうございます。はい、はい、まあ、まず基本的なことということで、うん、まあ、1つ目、ね、うん、はい、じゃあ次2つ目は何なんでしょうか。はい、2つ目は、この誘導、例えばラックマンは膝の前方引き出しを出しますよね。その時にほとんどのセラピスト、例えばセミナーをやっていて、うまくできない人、これはね、完全に特徴があります。それは何かというと、この引く方ばかりに力が入ってしまうということです。で、大事なのは実はね、固定の手、この方がね、技術的には大事だと思います。これどういうことかというと、引くときにこっちばっかり引くと一緒に引いちゃうんです。これがね、知らないうちにね、こうやってこっちばっかりこうやって引いてて、ここの固定ができてないからうまく引けないということがあると思います。なので、例えば膝の今のラックマンでいうと、こっちの固定の手が、まあ、逆方向に動かすイメージかな。だけどこっちの方が強くないといけないんですね。こう動かすっていうよりも、こっちに力が入ってないと固定ができませんので、このこっちに力を入れながら固定をするというイメージが、この相反する動きを使うということが非常に重要かなと思います。で、これもうちょっと細かい動きで見ると分かるんですが、今度は足でちょっと見てみましょうか。ちょっと見やすくするために、足を下肢を内旋してカメラに胸骨を正面向けますが、例えば私がよく使う技術で、胸骨の前方引き出し、あとはね、海内海外、この動きよくやりますので、これどうやって動かすか、例えばあまり上手くないセラピストは、例えば海内海外をやるとき、ここ胸骨を持って海内海外、これダイレクトにこうやって動かしますが、これうまく動きません。
どうやって動かすかというと、まあ、こうやって固定する側の手をしっかり持って、まず難しい、海内海外いきますよ。固定する手を持ったら、そうしたら動かす手を持って虚骨を恥します。恥したらこっちの手を逆方向に動かすように固定しながら虚骨を海内海外ってやります。つまりこの手は、例えば海内にするときは、海内するときはこっちの手は逆方向に動かすイメージなんです。でカウンター、相反する動きを作る中で動かすようにすると、スムーズに動きます。これ逆もそうですね。海外するときも、海外する手ばっかり意識するんではなくて、海内する手は逆方向に軽く力を入れるということで、固定がうまくできるということを知ってもらいたいんです。例えば虚骨を前方に出すという時もそうです。出す時もこっちの手は固定しているんですが、固定するだけではなくてちょっと押すイメージなんです。カウンター作用、相反する作用で引っ張る押し込む、引っ張る押し込むということが必要になります。このことが分かってくると、細かい、例えばよくやる膝上骨と第一中足骨のこの動きを引き出す時も、このように逆方向ですね。例えば低屈に動かすなら、膝上骨を上げる方向、低屈する方向という形で、こうやって相反する形で動かす。こっちは固定なんですが、あくまでも固定でありながら、反対方向に軽く力を入れてないと固定がうまくできないんですね。こうやって固定、上げる時も同じです。逆方向に、第一列を挙上する時も逆方向に、こうやって動かす。こういったカウンターを使った手の使い方が必要になるのではないかなと思いますよ。いや、そうですね、ありがとうございました。はい、まあ、今回教えていただいた2つのポイント、まずは触り方と患者様がしっかりリラックスできているかどうかを見極めるというところ、まあ、基本的なところですね。そうですね、はい、次に、まあ、左右の手の使い方で、その関節をどっちに誘導したいのか、それによって固定と誘導の手を使い分けて行っていくというところで、なかなか意識できていなかったなというふうに。ああ、そうだね、普通は考えてはやらないからね、はい。まあ、実際にあの患者様を触れていく中でしっかり意識してやっていこうかなというふうに思いました。そういうことでございます。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。